というわけで今日はとある居酒屋さんにやってきました。ほろ酔い気分の皆さんも気になる汗の匂い、こんなチェックしましょう。汗の匂い気にならない Z 体操。気になりまくり私の香りだって汗かきまくり、気になりまくり私の香りだって踊りまくり、気になりまくり私の香りだって汗かきまくり、どうしたらいいの。気になりまくり私の香りだって汗かきまくり、気になりまくり私の香りだって踊りまくり、気になりまくり私の香りだって汗かきまくり、どうしたらいいの。居酒屋で汗の匂いチェック、まず最初はジョッキを持って乾杯の流れで匂いチェック。乾杯の流れで匂いチェック。まだまだ夜は終わらない、相手と肩組もう一軒で匂いチェック。肩組もう一軒で匂いチェック。でもデオドラント Z があったなら頑張っている頼もしい男性の皆さんにね、ちょっと今日はインタビューしたいなと思います、うん、撮影中はね、あの実際に本当にお酒を飲まれてちょっと今ほろ酔い気分で楽しくいきたいと思いますが、では皆さんどんな時に汗の匂いが気になりますか。じゃあどうぞ。はい、あの仕事で打ち合わせとかする時に、うんうん、やっぱ初めての人とか特にこうなんか緊張して、うん、じわっとこう、あ、じわじわって、はいはいはい、汗かいちゃうね。ありますね、緊張でかく汗。スーツだと余計なんかこう空気がこもってそうな感じしますよね。でも脱いでも脇汗が気になったりとか、そうそうそう、大変だ。あるあるなんですか、男性の皆さんは。あるある。か他にもありますか。19歳の顔した30歳。はい、まあやっぱり女性と夏とか暑い日に会うとき、ね、やっぱね、そういうの大事ですよね、うん、やっぱいい匂いで痛いですか。はい、もちろん。あとやっぱりさ、サラリーマンさんだと満員電車の時とか、ね、電車とか通勤ラッシュ大変だから、あと外回りの時に、あ、気になる、すごい、あの外の営業出てる時にすごい汗が気になって、匂いとかも気になったりしますか。はい、やっぱ仕事上ですごい気になりますので。あれは娘さんにちょっと言われたりとか。僕が言われました。あ、はい、やばい、年頃にもなってくださいね。娘には言われたくないなと。やっぱ気にしないと、お父さんとしてもね、気になりますね、うんうん、皆さんいろんなところでやっぱり汗の匂いが気になるみたいです。